佐々木正宏は、日本のレーシングドライバー。岩手県出身。愛称は、マサ、マー君、佐々木ング。21歳で四輪デビュー。オプション2カップに参戦、8戦全勝を達成。非常にフレンドリーでファンサービスも熱心である。明るく、さっぱりとした性格で、過去に組んだことのあるドライバーや、昨今組むことが多い前島秀治、バンバタク。 たカテゴリーのドライバーである今村陽一、堀野ひとしらとも非常に良好な関係を築いている。少々軽装な風貌とは裏腹に職人的な性格で特にセッティングや車両の不具合については少々辛口になりがちなことから妥協知らずの頑固者という評価もある。自動車整備業でメカニックをしていたことから車両構造、タイヤの使い方、 セットアップ知識が高く、理論派ドライバーの部類に入る。ドライビングレッスンや、走行会では分かりやすく丁寧な説明で評価が高い。GT で勝利し、ルマンを走るという目標を持っているが、資金が最大の敵のようで、その経験から、将来は資金難で才能のあるドライバーの育成と日本のレース環境を少しずつ変えていく活動をしたいと過去に、 自身のホームページで語っている。また近年になってレースシーンで得た知識からモータースポーツ全体の安全に対する意識向上のための活動も行っているようである。商品開発や車両開発を担当することも多く、最近では雑誌のタイムアタック企画等でも顔やコメントを見る機会が増えている。なかなかのイケメンであり、女性のみならず男性のファンも多い。 峠、総レース上がりの箱車出身であることからか、GT マシンからノーマル系自動車まで幅広いタイプの車両を乗りこなす。峠出身といっても雑なドライビングスタイルではなく、クラッシュも非常に少ない。箱車ベースのレーシングカーのドライビングでは、コーナーに対し回り込むようなアプローチではなく、最短距離かつ車両負担の少ない鋭角なレコードラインを走り、非常に抜きにくい。 ライン取りを取る。コースによっては明らかに他のドライバーと違うラインで走っているケースもあり、同じラインではタイムが出ないドライバーが首をかしげて、佐々木ラインもしくは佐々木ラインと呼んでいる。近年は車両セットアップをメインで担当することが多いことから、セッティング能力に高い評価を得ていると思われる。また、ショップチューニングカーの車両開発やメーカーの商品テスト、 カーザッシュ等のテストに抜擢されることも多い。デビュー当初は速さを求めすぎるスタイルで優勝かクラッシュかという結果を出すこともしばしば。接触も多く安定感に欠けるレース運びも見受けられた。セッティングをめぐってメカニックと対立したことで結果につながらなかったことを強い反省点としている。アルテッツァシリーズに参戦した時期から 精神的な成長が速さと強さにつながり始め、近年では大きな接触やクラッシュはほとんど目にすることもない。レース中に接触で抜いてしまったライバルを前に出し、抜きつ抜かれつのバトルをゴール寸前まで繰り広げたエピソードもあり、基本的にはクリーンなレーススタイルだが、別クラスが追い抜きする場合であっても、安易に道を譲るような行動は取らないようである。 結果には特にこだわり、状況を問わず常に優勝とチャンピオン獲得を目指す、姿勢とシチュエーションを問わず魅了する走りができるため、そのレーススタイルがより高い評価を得ている。地方出身で長年資金難で苦しんでいたことから、自分を支えてくれているチームや支援者への感謝を、レースの結果で返すという責任を重く感じており、トラブルでリタイアした際であっても詳細を語らないため、 結果報告のブログ記事は他のドライバーに比べてあっさりとした報告になりがちである。トヨタ画像レーシング2021年8月4日閲覧岩手日報2012年3月21日ありがとうございます。